はい、どうもグリです。ドレクルやっていきましょう。ということで今回は新決戦キザルがやってきました。で、今回ご紹介するのが、斬撃パですね。はい。で、フェス限使わない斬撃パっていうことなんですけど、フレンドさんにフェス見本を借りていきます。で、船長が技見ホークで、特攻ゾロ、ロー、コーザ、ドフィですね。で、早速1回目なんですけれども、1回はですね、基本的に後ろの2人がおそらく2ターンで多分出てくると思うんですけど、ちょっとランダムかもしれないんですが、2ターンのやつ必ず出てくると思うんで、必ず2ターン稼いで、1回2回3回4回、ターン稼ぎで、十分ちょっとターン稼いでいかないと、積んでしまうんで、そこだけ気をつけていきましょう。で、2回でロブスターですね。ロブスターの腰でターン稼いでいくんですけれども、一応ですね、ここで食らっちゃっても問題はないですね。ターン稼ぎで。で、ターン稼ぐために、一応ですね、ウソップを連れてきてもいいんじゃないかなっていう気はします。はい。で、ウソップ、例えばなんですけど、ローのところにウソップだったりとか、そんな感じでもいいと思います。で、ターン稼いでいって、ここ3回ですね。で、3、4回も攻撃食らってもいいんですけれども、キザルからですね、1回目の攻撃は受けます。なので、7700ぐらいの体力を維持しないといけないんで、そこだけ気をつけつつ、体力調整、体力を見ながらね、ターン稼ぎをしていければいいんじゃないのかなと思うんですけど、で、緑の方はですね、自動で、回復をしてくるだけなので、緑残しみたいな感じで自分はやってたんですけど、しっかりね、一ターンのところで突破していく感じでいいと思います。で、ここを満タンの場合はですね、一回全然このどっちかのクマから攻撃を受けていいんですけど、二ターンおきに心の方がですね、スロットをフリースロットにしてくるので、先に倒しちゃった方が楽ですね。で、3回でですね、地属性の、ミホークにスロットが揃っていればかなり楽に飛ばすことはできるんで、はい。この辺も余裕だと思います。で、一応ですね、キザル先制で、必殺技、技属性の必殺技を、遅延してきます。なので、必ず、ここで溜まった状態で行きたいので、ここは食らいます。はい。で、1万超えてくるんですけど、基本的には、7700以上は、8000以上はですね、余裕を見て8000以上は、残っていれば一発必ず受けられるので、8000は残すようにすればいいと思います。はい。で、このターンでミホーク溜まったんで、ここで突破していきます。今ね、これちょっとね、別で音声撮ってるのでね、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、はい。で、1ターン目技属性の必殺技遅延をしてきます。で、一応このターンは通常攻撃をしてもらって、さっきの4回でね、技スロット調整してたんですけど、なかなか来なくて、やっとちょうど突破時に来てくれたっていう感じですね。揃ってればさらに余裕で突破することができるんで、揃えつつのターン稼ぎで4回はいいと思います。で、ここで技見ホークの必殺技を使って、で、特攻ゾロですね。特攻ゾロの、スロット変換使います。で、結構講座が、即属性なので、技スロットはね、基本的に来るかなっていう感じなので、ドフィーでね、スロット移動してあげるっていうのも、手かなとは思うんですけど、基本的にゾロさえ使えれば、技は枯渇することはないんで、はい。で、技スロット揃えて、コーザも使って、ドフィーも使って、一気に火力を上げて倒します。で、ここで、すべてですね、パーフェクト。グレートでも問題はないと思うんですけど、はい。ここで一気に一ターンで突破して、復活します。で、復活した後に、与えたダメージ、前のターンに与えたダメージの、半分かな、を返すっていう、フェス見本の攻撃をすると、ここで、一撃で、飛ばすことができるんで、これで終わりです。はい、ということで、今回キザルのアルティメイト、こ
攻略というところでやってみました。極力ねフェス限使わないようにっていう感じでやってみたんですけど、一応ですね、国威のエースパーティーでもちょっと動画上げてますので、そっちはねちょっとフェス限いたりとかガチャ限もいたりとか、こっちもガチャ限いるんですけど、ちょっと難易度的には編成難易度的には少し上がってくるので、こっちの方が比較的楽かなっていう感じです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。キザル集会頑張りましょう。何体集められるかな。頑張ります。バイバイ。またね。